っていうのはすごいローカルに移籍してきて改めてなんか自分のプレーの質っていうのを改めてもう一段階二段階もレベルを上げようと努力しようと。はい、こんにちは。2018年1月17日プノンペンで撮影しております。本日のゲストは自己紹介どうぞ。水野ひかるです。今現在カンボジアのボンケット FC というチームでプレーをしています。ボンケット FC の水野ひかる選手です。はい、水野選手はカンボジア何シーズン目ですか？はい、今年で3シーズン目になります。3シーズン目、今年は、はい、今年はということは契約を更新されたということで。そうですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。その3シーズン目は、初年度はどこのチームで？初年度はスバイリエンというチームでプレーをしていました。でボンケットが2年目になるということで、はい、2チーム目ですね。そうです。聞いた話ではボンケットの前に、はい、スバイリエンの前に、他の国でプレーされたと。はい、どちらで？はい、シンガポールで、アルビレックスの新潟シンガポールでプレーをしていました。どれくらいやってたんですか？1年です。1年ですね。はい、ポジションは？ポジションはミッドフィルダーです。どこの国でも今どこずっと見てくれた。はい、守備的なボランチをしています。なるほどですね。はい、その前が日本ということで、はい、日本とシンガポールとカンボジア。はい、シンガポールからカンボジアに来て、はい、一番ここの違いにびっくりしたみたいなのってちょっと思い起こすことできます？やっぱり街並みの違いですね。街だ。はい、うん、最初に空港に降り立った時にもうびっくりしました。カルチャーショックを受けました。それはどっちがどうっていう意味では、はい、やっぱりもちろんカンボジア の, 空港の飛行機の中から見る景色にまず驚きました。はいはいはい、でそこからまあピッチ入って、はい、ピッチレベルではどうですか？ピッチでは、うん、やっぱりカンボジアの方が芝の環境だったりスタジアムの環境はまだまだだなっていうのはすごい感じました。うん、選手のレベルはどうでしょう？シンガポールでは、はい、まあ、日本人チームに所属してローカルとのチームと戦っていたと。はい、こっちではローカルのチームに外人として所属してですよね。はい、どうですか？やっぱりシンガポールの方が選手のローカルのレベルはすごい高いなと感じてます。おお、はいはいはい、カンボジアの選手は、まあ、戦えるんですけど技術面ではまだまだだかなとは思います。うん、今2018年ですから、2017年、昨年ですね、はい、リーグ優勝を果たされたと。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあチャンピオンチームに所属したわけなんですけれども、はい、やっぱ代表選手もいる。はい、何人ぐらいいるか？今は3人ですかね。じゃあ比較的レベルの高いというか、比較的なんてちゃんレベルの高いチームでプレーしたわけですよね。はい、日本とじゃあカンボジアを比べた場合、はい、選手個人のプレーの面で何かあります？違いとか。そうですね、やっぱ技術面では日本人の選手の方が止める蹴るの技術はすごい高いと思います。でも逆にカンボジア人はどんな環境でもプレーできるっていうのはすごい強みだと思います。シンガポールでプレーした時もタイトルを取られて、はい、取られてる。はい、2つ素晴らしい。はい、でカンボジアでも今回取りましたと。はい、まあ一概に言えないかもしれないけど、振り返ってみて自分がタイトルを取るまでに至れた理由とか、なんか意識したところってあります？やっぱりそうですね、人一倍練習前だとか練習中に努力なんかサボったりしないとか、うん、っていうのはすごいローカルに移籍してきて改めてなんか自分のプレーの質っていうのを改めてもう一段階二段階もレベルを上げようと努力しようと思いました。今コミュニケーションは何語ですか？基本は英語ですね。基本はというと？時々クメール語使って。あ、現地の言葉ね。はい、あ、いろんなことやってるわけですね。はい、今年またボンケットで、国際大会の方に出られるんですよね。はい、 AFC カップに出られることになりました。去年も出られたと。去年も、はい、はい、で今年の AFC はなかなか面白い各国のチームとグループが。そうですね、はい、例えばどこでしたっけ？フィリピンのセレス、おミャンマーのシャンユナイテッド、おシンガポールのホームユナイテッド。楽しみですね。はい、
じゃあ、あの総括して今年の抱負をお願いします。まずは AFC グループステージ突破できるように頑張ります。で、続いてあのリーグ戦2連覇できるように今年も頑張っていきたいと思います。そんな、カンボジアの水野選手です。どうぞ応援をよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。